ゃあここで純ちゃんの方から。さあそれでは。そのまままた来るんかなと思った。そうですね。はい。ここで漫才してますから。もう最後のグループになりました。長い間本当にありがとうございます。最後のステージ皆さん楽しんでください。そしてこのライブが終わりましたら打ち上げありますで、打ち上げ応援に参加したいなっていう方はまた帰りに二次会打ち上げにね、はい、帰りに受付の方でまた連絡していただければ誰でも参加できますのでよろしくお願いいたします。それではいきますか。はい、黒のお二人です。よろしくお願いします。Show it.
たね。
飛び入りで落ちちゃったんですね。落ちちゃった違う。じゃあ2回目という2回目に落ちたんです。今日迷わずに来れました。純ちゃんが、阿部純ちゃんが地図を書いていただきました。それで迷わずに来ました。初めてお邪魔しましたけども、最初入った時ここに煙っててですね、アポロキャップがなんかこうなんか出してるから、なんか何も出してるやろと思いながら湯気出してんなと思いながら、照明がいい具合湯気ですか。湯気ですね。素晴らしいね。ね、はい。今日はあの先ほどもご紹介いただきましたが、黒は2人バージョン。そうです、ニクロと言います。そうですね、ニクロ、ニクロ2人の時はニクロ、あ、ユニクロじゃなくてユニクロちょっと言ってますニクロですね。はい、まあ、いつもはね5人という、まあ、フルメンバーで、いるんですけども、ほとんど幽霊メンバーで、なかなか全員やることがないんですが、まあ、あの今日はですね2人で、まあ、少しこうあのシンプルというか、2人で楽しみながらやってみようかなと思っております。それでは今2曲続けて演奏させていただきましたが、あの1曲目はあの大きな木の下でというオリジナルですが、トキワの65周年のテレビ CM ソングで使っていただきまして、分かれておりました。で2曲目はもうご存知の名残雪という、曲を、やらせていただきまして、偽正蔵さんにはちょっと申し訳なかったです。ポールキャップには申し訳なかったんですいや今日やるかなと思って外で聞いてやらなかったっつって撮ってやるんですかさあ次の曲が、僕の、田舎のおばあちゃんの曲です。おばあちゃんも亡くなってしまったんですけれども、すごく田舎でですね、僕のおばあちゃん福岡県の豊前市というところで生まれ育ちました。僕もずっとそこで住んでいたんですが、僕が大きくなって田舎の田んぼの中の風景の中で育っていた僕が親父が突然亡くなってしまいました。一人息子だったわけで、おばあちゃんすごく悲しんで、とうとう自分の記憶を消してしまいました。ある日僕が 家に帰ると、おばあちゃん、僕の顔をけげんそうに見ます。出た言葉は、あのどちら様でしょうか。僕は悲しくてその場に立ちすぐんでしまいました。小さい頃、僕はおばあちゃんに連れられていつも田んぼに畑に遊びに行ってました。川が流れていまして、山が遠くまで続いています。僕は田舎の久保手山という山の麓で生まれ育ったんです。その久保手の山を仰ぎ見て、おばあちゃんいつも何か思いにふけていました。そんなおばあちゃん、大好きだったおばあちゃんの曲、グランマ、ぬか漬けの据えた匂い。
反応してしまう。まあ、そういうことでしょうか。
ね、いやまあね、歌に込めた思いというのがね、やっぱりあの小田瀬さんのグランマー作詞作曲の中には副題がついてまして、やっぱおばあちゃんに捧ぐというですね、副題がついてまして、最初聞いた時はね、もうあの思いいっぱいで最後まで歌えなかったんですね。もう毎回目がうるうるしてましてですね、最初は本当目薬さしてんのかなと思ったんですけど、本当にねじわっとね、おばあちゃんのことを思い出して、歌って、本当でもジンとくる歌ですよね。ありがとうございます。あったかな。です。大丈夫ですか。じゃあ続きましてはね、黒さん、はい、紹介をお願いします。はい、この曲はあのもう、まあ、うちのプロというバンドが結成したあの出発の理由になった曲でもあるんですが、中津のファビオラ看護学校という看護学校の校歌の作成を依頼されまして、でこれの曲をあの作詞作曲をいたしました。まあ、ファビオラの風という楽園の名前をつけた校歌でも差し上げた曲なんですが、あのいろんなところで、歌ってほしいという声をいただきまして、今黒で、この曲はやらさせていただいております。まあ、テーマは、まあ、命ということで、まあ、皆さんの中にも、まあ、いろんな大切な方の、思いがあろうかと思いますので、どうか一人一人の中に引き入れて聴いていただけたらなと思います。では行きましょう。ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラの光の中、今歩き出す。命の声なき声が聞こえますように。心を澄ませていたい、慈愛の姿で、あの仕草に負けないように、自分色の光を放ち、八重山の緑に包まれて、前を向いて一歩ずつ、ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラ包まれ
バス利用できないですよね。本当です、なるほど。でこれがどこにつながるんですか。これから秋の本番なるほど。ということで今日は今からもみじという歌をですね、はい、お届けしようかなと思ったんです。もみじ多分ないうちの番組ではうちの曲にはもみじはまだできてない。できてない。今撮影中です。作成じゃあコスモスにしようかと。コスモスも鋭利作成中でもコスモスだとさだまさしになっちゃうから。そうか。じゃあひまわりにしようか。ひまわりはちょっと時期が過ぎたまた違いますね。じゃあてるてる坊主。もうちょっとだんだん外れてきてますよ。じゃあどっと戻って花かとか植物から。植物とすればこの曲しかございませんね。ないね、まあ、でも桜季節にぴったり曲季節にぴったり公園に持ってきましたね今日ね。というか、まあ、クルーさんね今番組という話がありましたけどちょっとあそうそう中津のあのさ武前どこだかだったかなノースFMというFM局がございまして、そちらで毎週金曜日の夜8時から9時まで縁もゆかりもミュージックという音楽番組を担当しておりましてですね、こうしたポップソング大好きなんで、ぜひですねインターネットでも聞けますし、インターネットも聞けますよ。スマホからも、聞けますので、リアルタイムでですね。金曜日夜8時。夜8時、お風呂に入りながら一杯飲みながらぜひですね、聞いていただければ。生演奏とかもね、しながらね。あ、そうですね。準レギュラーで、私もちょっとね、お時間があるときに出ていただいておりますので、ぜひ聞いていただければと。まあ、その中でもね、この曲は何度もかけましたが、そうですね。ね、ありがとうございます。最後に桜を聞いていただきながら。お別れいたしましょう。では 3,4 生き急ぐ人混みの中足音の中で耳の届く
をした桜桜桜風に乗ってひらり桜桜桜空に舞ってきらり童話の里でしたっけね。いや本当におそらくそれ以来というか、うん、本当に貴重な、本当ですよ ねライブにご出演の出演をさせていただきました。ありがとうございます。本当にお声掛けいただいてありがとうございました。ありがとうございます。これに飛ぶことなくぜひまた呼んでください。お願いいたします。来ないでください。もういいって言われそうだ。言われそうです。今度はっちゃん抜きで。はい、私じゃあ影で、影でボーカルだけのマイクを持って歌わせてもらいます。そうですね。まあ、ということで、今回のアコテン新しく始まった、ね、本当に誕生祭ですよ。楽しいイベントがこうして広がるのはね、はっちゃんも嬉しいですね。嬉しいですね。本当嬉しい。中津でもね、今ね、アコパラっていうのをやっぱって、やってますし。今度は12月28日。
年の瀬、うん、押して待ってますが、うん、アコパラやります、ね、兄弟イベントとして今回ね、兄弟イベント、うん、まあそういう形でですね、姉妹イベント、姉妹、姉妹イテムみたいなもんです、兄弟イベント、うん、まあそうそう、姉妹イベントになって、姉妹にしましょうか、姉妹イベント、ね、ということで、じゃあ、まあ何か始めることで人間というのは新しい出会いがあって、うん、そこからまたね、楽しいことも、まあ苦しいことも全て出会いですから、そうです、始めることから何かが始まるということで。ぴったりね、ぴったり、最後の曲は、いや、よく締めたな、いいことだ、いいでしょう、いや、ね、全然打ち合わせないですよ、これね、さっき打ち合わせ通り、うん、いや、いや、荒らしたらダメじゃないですか、それでは行きましょう、行きましょう。I'll tell you
まりました。アコテン。まだ始まりでございます。もう終わりますけど。終わりますけど。ね、でも昔始まったわけですからね。では今日は年賀紹介をちょっとしたいと思います。今から。今日の黒はニクロでございました。ユニクロではありません。さあ、リーダー、ボーカルに来た黒さんでした。どうも今日はありがとうございました。メンバーを紹介したいと思います。はい、まずポンゲアンゲポンゲアンゲ素晴らしい、お疲れ様でした。リュウデイさん、さあ2番手サンタイムズ、サンタイムズ、サンタイムズ、皆さん拍手。今日のところはこの辺でお開きとしますけども、また次回、日にちはもう決まってるそうです。2月の16日に、場所と時間はまだ決まっておりませんけども、またいろんなところで、報告したいと思いますので、皆さんぜひぜひ次回もよろしくお願いいたします。それでは今日本当に来てくださった方、本当にありがとうございました。そしてマヤのこの素晴らしいライブ使わせていただいたマスター、本当にありがとうございました。皆さん拍手を。どうも本当に、今日は最後に、最後まで司会をさせていただいて、最後までいけるかなと心配でしたけども、なんとか務めさせていただきました。それと、ワンちゃん、私ワンちゃんと言います。スタッフの、
場に挨拶させて、はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあ失礼します。